いつもご視聴ありがとうございます。本日は、ヤリスクロスの 1500cc ガソリンモデルを試乗インプレッションをしていきます。まずはじめに、エクステリアのデザインを見ていきます。全体的にシンプルで、力強い SUV らしいデザインをしています。サイドから見た時のフェンダーの角張り具合が SUV らしさが出ており、素晴らしいデザインをしております。16インチのスチールホイールで、扁平が厚く、乗り心地重視の設定となっております。リアのテールランプのデザインも、ハリアーと同じく横につながった、イケてるデザインとなっています。さらに、スモークがかかっているようなテールランプのデザインも素晴らしく良いと思いました。リアのスポイラーが2つあるのも特徴的で良いデザインだと思います。続いて、インテリアを見ていきましょう。シートのデザインはいまいちですが、大きめなシートで、ホールド感もそれなりにあり、座り心地も良いシートになっております。続いて、ドアの内張りですが、質感は、コンパクトカークラスの質感となっております。
トヨタヤリスクロス試乗インプレッションへ入ります。まずはじめに発進加速の評価をしていきます。信号が青になり加速してみたところ、アクセルの踏み込みに対し1テンポ2テンポ遅れてから加速します。その後の加速力も 1500cc にしては物足りない加速力でした。ここ最近ヤリスハイブリッドにも試乗した影響が大きいのか、同じ 1500cc の車とは思えないぐらい出だしの加速力に差がありました。出だしの加速だけならトヨタライズの 1000cc ターボエンジンよりも体感加速が遅く感じました。改めて家に帰ってヤリスクロスのスペックを確認してみると、 1500cc にしてはパワーもトルクも十分以上にあるのだが、最高出力を発揮するのが高回転域のため低回転域でのトルク感がなく、出だしの加速にも影響しているのだと思いました。発進加速の評価は軽自動車に比べれば排気量も大きく瞬発力があるのだが、 1500cc にしてはやはり物足りない部分が多かった。よって発進加速の評価は2点としておきます。続いて中間加速の評価に入ります。いつものように交差点を曲がった後にアクセルを強めに踏んで加速してみました。発進加速同様、ミッションが CVT ということもあり、回転数の上昇に対し、ワンテンポ遅れてから加速します。ただ、加速のレスポンスは悪いものの、その後の加速力は、必要十分な加速力でした。スペックの通り、アクセルを踏んで、回転数をある程度上げていけば、それなりに加速してくれます。それでもハイブリッドと比べるとまだまだ遅い印象でした。中間加速の評価は発進加速よりは力強さを感じましたが、 1500cc のガソリンエンジン車としては至って普通の加速力といった感じでした。中間加速の評価は2点としておきます。続いて全開加速の評価に入ります。中間加速でもお話しした通り、高回転型のエンジンのため回転数を上げれば上げるほど加速力が増す印象でした。ドライブモードをパワーモードにしてアクセルをベタ踏みにすれば、そこそこパンチの効いた加速をしてくれます。全開加速の評価は2点としておきます。続いてハンドリングの評価に入ります。エントリーグレードのヤリスクロス X というグレードであったため、ハンドルは皮巻きではなくウレタン素材でした。ハンドルの太さは程よい太さで握りやすいハンドルでした。16インチで扁平が厚いタイヤを履いていたため、ハンドルを曲げた時の手応えがなく、まっすぐ走っていてもハンドルが軽くふにゃふにゃしており、不安定なハンドリングでした。コンパクトベースのヤリスと比べても SUV なので腰高感があり、路面との接地感が薄い印象でした。ハンドリングの評価は1点に近い2点としておきます。続いてブレーキの評価に入ります。ヤリスハイブリッドと比べブレーキの制御はしやすかったです。軽めにブレーキをかけた時の効きはもう少し効いてほしかったが、少し強めに踏んでやれば自分の思い描いていたように止まります。ブレーキの評価はヤリスハイブリッドよりは扱いやすく、軽めのブレーキタッチも慣れれば問題ないと思うので、ブレーキの評価は3点としておきます。続いて乗り心地・静粛性の評価に入ります。扁平の厚いタイヤと TNGA プラットフォームの効果もあり、荒れた路面でも上下の揺れや横揺れをそこまで感じませんでした。
うまくショックを丸められており、乗り心地の良い車に仕上がっております。シートの出来は、ファブリックシートで、デザイン性はあまり良くないが、シートのサイズも大きく、硬すぎず、柔らかすぎず、疲労感の少ないシートに仕上がっております。乗り心地の評価は、3点としておきます。続いて、エンジン音の評価に入ります。エンジン音は3気筒ではあるが、4気筒エンジンに近い音がするので、悪くないです。ただ、CVT 車なので、上まで回した時のうなる音は、正直いけてません。常用回転域でのエンジン音は、静粛性が高く、快適に走行できます。エンジン音の評価は、2点としておきます。続いて、エクステリアの評価に入ります。エクステリアのデザインは、コンパクトカーのヤリスには、フィットしたデザインになっているが、SUV ベースのヤリスクロスには、正直このデザインは、合っていないような感じがしました。エクステリアの評価は、人によって大きく変わってくるところだが、私の評価としては、2点としておきます。続いて、インテリアの評価に入ります。エントリーグレードなので仕方がありませんが、インテリアの質感は、プラスチッキー感だらけで、格下の軽自動車と比べても、質感が低く感じました。ベースのヤリスハイブリッド Z と比べれば、電子式パーキングブレーキを使用していたり、ダッシュボードに柔らかい素材を使っていたり、質感は若干高いが、全体的にかなりコストカットが目立つ、インテリアの出来でした。インテリアの評価は、1点としておきます。続いて、車内の広さの評価に入ります。結論から言うと、運転席、後部座席を含め、車内は狭いです。運転席の足元の空間が狭く、特に左側のスペースは、運転していて気になるぐらいの狭さでした。後部座席も足元、頭上の空間に余裕があまりなく、後部座席は荷物置き場と考えた方が、良いと思いました。ただ、ラゲッジスペースは、このクラスの車にしてはかなり広く、ゴルフバッグなど大きな荷物もたくさん詰めそうでした。また後席も倒せるので、さらに荷物が入ります。車内の広さの評価は2点としておきます。続いて、装備の評価に入ります。エントリーグレードでしたが、3種類の走行モードの他に、電子式パーキングブレーキや、レーダークルーズコントロールなど、それなりに装備がついておりました。しかし、エアコンがマニュアル式だったり、ハンドルの素材がウレタンだったり、アームレストがなかったり、スチールホイールだったりと、装備が不十分な部分も多いです。装備の評価は、2点としておきます。続いて、総評まとめに入ります。ヤリスクロスの 1500cc ガソリンエンジン車は、あまり良い印象がなかったが、デザインが独特で、ラゲッジスペースが広く、大きな荷物も乗ります。デザインが気に入り、荷物を多く乗せる人には、おすすめできるが、それ以外の人には、あまりおすすめできない車です。軽快な走りや、内装の質感をもっといいものにして、乗りたい車ですので、ヤリスクロスハイブリッドの G グレード以上がおすすめです。総合的な評価としては、2点としておきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。